画見ていただいて本当にありがとうございます。57歳おっちゃんのねゆるいガレージライフに、毎日お付き合いいただきありがとうございます。それでね今日もね、スバル360、実はこの前ね、エンジンルーム掃除してたんですけどね、このクリーナーが全部切れちゃったのでね、それでもタイムオーバーということでね、とりあえずこれを買ってきました。それでねその続きをやっていこうと思ってます。今日はねクリーナーこれね、3本買うてますのでね、まあこれが全部なくなることはないかなと。それと今日やっていくのはねこちらのこのダイナモ、重ったこれめちゃくちゃ重たいんですよ。筋トレにちょうどいいかもわからないぐらい、これ何キロぐらいあるのかな、ほんまにこれ5キロでは効かんかな、これ7、8キロあるん違うかなっていうぐらいの重たいダイナモ、これをね塗装しようと思ってます。それで塗装して、まあエンジンルームはビカビカにはならんのですけどね、まあちょっとだけ拭いて塗装してこれをつけて、まあどんな塩梅になるかね、今日はそこまで、やっていきたいと思います。どうぞ動画の方ご覧ください。おーす、重た頑張ります。はい、マットブラックで塗ります。いつものやすやすです。これね多分ねオイルがついてるからね弾くと思うんです。また弾いたところはねちょっと出ししようかなと。とりあえずどこが弾くか塗ってみます。はい、こちらはね塗装ができました。はい、こんな感じ。それでね今ねステー色塗ってるんですよ。それで、ステーのが乾いたら取り付けしていきたいと思います。うわっす、
業の後のね片付けが大変なんです。もう本当にねいっぱい工具出してるんでね、今日はねほんまはね工具を一個一個拭いてから詰まえるのがいいんですけどね、もう今日ちょっと時間が遅いのでね、とりあえず詰まえます。はいどうも、やっとできました。これねエンジン掃除2日目、これでね次はねあのこのここら下を外して塗装したりとか、あとまた掃除とかやっていきたいと思います。なんとなくね掃除の仕方が分かったっていうかね、やっぱりねあのバスマジックリンである程度こう油をこう分解させて、それからあのワイヤーブラシもしくはブラシでやってクリーナースプレーでするっていうのがね一番いいかなと思いました。まあこんな感じでねやっとここまで来ました。まあこれでねだいぶボンネット、トランクルーム開けてもね、まあ見ていただけるかな。もう本当にね全然あのシルバーのところもどこもかもがね油でゲトゲトだったんでね、まあまあまあ、ピカピカかって言ったらあの消火用かって言ったらまだ全然まだ 10% もいってないんですけどね、まあ初めの汚いからしたらね、まあ今日は100点満点かなと思ってます。まあこれからもね引き続きスバル360レストアと掃除とカスタムとやっていきます。それとあの86もねエンジンルームビカビカにやっていきますのでね、またよろしければね、明日の動画でお会いできれば幸いでございます。ありがとうございます。明日はね多分天気良かったらバイク乗りますてなわけでね、また明日の動画でお会いしましょう。それといいね高評価またチャンネル登録もお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。さようなら。おっす。